お疲れ様です。アルゴスです。皆さんは今のお仕事にやりがいを持って生きていますか？思っていたものと違いますか？それはそうだと思いますよ。学生しかこれまでやってきてないならなおのことだと思います。ギャップなんてあって当たり前だし、ない方がむしろ不自然。どこぞのサイキックじゃないんだからわかりませんよ。私は浪人は1年間しました。通いたい大学があったんで。でも就職して5年が経とうとしてる今、あんまり卒業した大学って関係ないなって思えてます。有名な大学卒でも仕事ができない人はいるし、無名の大学でも超仕事ができる人はたくさんいる。そして入りたいと思っていた会社でもイメージしてた内容とは全然違うことがたくさんありました。つまりここで私が言いたいことは、就職浪人は選択しない方がいいよっていうことです。どんだけリサーチしても実務は想像以上に地味だったり、超スタミナが必要な仕事があったり、本当に様々です。もちろんその人の人生はその人のものですから、どうこうするものではないと思いますが、私はまずは決まったところに就職をして、社会人のいろはを知る。まずはそこからだと、そう思います。それでは、また明日お会いしましょう。